こんにちは、ソーファンです。いつもご視聴ありがとうございます。本日もですね、ちょっとヤフオクに、興味のあるものが登場してましたんで、まあ、できれば落札していきたいなと思っております。まずは落札する商品の紹介からいたします。2009年3月に発売しました、イチャバンクジドラゴンボール Z。ナメック星編ということで、当時のダブルチャンスキャンペーン賞100体限定、フリーザの特別カラーバージョンですね。はい、画面を見ていただきます。はい、こちらですね、今12万で入札されておりまして、88件の入札履歴があるよということで、まあまあ高級ですね。現時点でも高級なものだと伺えます。そして20人の入札者がいらっしゃいまして、88件の入札ということで、10万以上で入札している方が、2人だということですね。まあ、こんな感じになっております。ちょっと僕、まずどうしようかな、15万で入札しとこうかな。とりあえず15万で入札しとこうと思います。はい、 OK、入札できました。あなたが最高額入札者ですということで、こちらですね、現在の相場どれぐらいかって言いますと、ちょっと前に実は20万で落札されている履歴がありまして、あ、もうすでに13万5000円なんだ。その20万で落札されたものは、通知書があったり、あとカードがあったりするんですね。もうまさに僕がいつも言ってる完品状態で20万円でした。ただ、これ面白いのが、その20万円で落札されたフリーザが、去年1年間、ほぼ、あ、14万7000円だったな。はい。僕と、もう一人ですね、14万台で食らいついてきてるのがもう一人僕以外におりますということで、おお早い、15万2000、15万超えられたか。まあ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 そうだよな、うん、どうしよう、18万でいっとこうか。 OK、 ちょっと18万6000にしとくわ。これ意地悪なんですけれども、18万6000、まあ相手の心理的にね、はい、はい、去年半年間ぐらい出てて、まあ、18万ぐらいだったものが16万ぐらいに下がったりとか、結構同じ出品者さんが価格を調整しながら、まあ、半年間過ごしてまして、で最終なぜか今年に入って20万にして落札されたっていう経緯があって、面白いんですよね。ああ、超えられたか、18万8000、まあいいかなね。完品のもので20万、去年はまあ20万以下のものでも完品で落札されていなかった状況下の中で、まあこれ完品ではないんで未開封なんですけれども、付属品がないということで、なんかまあ写真で見る限り箱もちょっと歪んでる気するんですよね。まあ、これ写真で見る限りの判断なんで何とも言えないんですけど、あ、これあれだ、しかもストア出品で、ストアっていうのは付けた価格からまたさらに消費税もらえるんですよ。だからこれ見てください、入札履歴が18万7000になってるんですけれども、そっから消費税もらえて、結局払わなきゃいけないのが20万5700円、その完品のよりも高くなってるわこれ。あ、18万8000になった、すごいな。ん、1、2番が18万8000に並んでるな。3番目僕来てるけど。どういうことだこれ。まあ、そう。冷静に考えたら、まあ、先日まで、完品のものがずっと、出回ってて、やっと20万で落札されたっていう相場感の中で、まあ、このものが20万6800円ってなってるっていうのが、まあ、これ以上ちょっと手出しは僕したくないかなっていう感じですね。まあ、でも、全然、買ってもいいとは思うんですけれども、はい、間もなく10秒切ります。まあ、これ僕持ってるんで、まあ、その中で20万超えて、追いかけるのやめようと思います。はい、他の方が無事落札されました。まあ20万の価値は十分あるんじゃないでしょうか。これに関しては全然あると思います。20万出して持っといてもコレクションしてもいいものだというふうに僕は思っております。はい、おめでとうございます。まあね、完品のものが最近20万で落札されてて、まあ今回も20万ちょいで落札されたよということで、まあこのフリーザに関しては相場感20万前後だなというふうに思っております。まあ完品のものがあれば僕も20万ぐらい払ってもう一回欲しかったんですけれども、もう一体欲しかったんですけれども、ちょっと僕おそらくこれ、まあ、1体は確実に持ってるはずなんですよ。その中で完品ではないものを20万以上で買うのはそうかなという感覚で手を引きました。またね、このフリーザが出れば、まあ今だったら20万で買っても間違いないものだと思いますので、皆さん参考にして落札してみてください。最後までご視聴ありがとうございました。そうまでした。バイバイ。